劇マンってもともとは永井豪先生の一代記だったはずが、どん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 単にデビルマンメイキング漫画になっていって3巻は幼鳥司令の編っていう単行本、幼鳥司令の編ってデビルマンの単行本1冊なんだよ。それを2巻3巻という倍に伸ばして当時のことを書いて、でそう幼鳥司令の編ってみんな知ってるよね、デビルマンの中でも名作なんだけども、であの永井豪先生これが終わった4巻では幼鳥司令のが終わったらデビルマンも正直単調だよねとか定調だよねっていうふうにアシスタントに言われて編集に言われて、これから面白くなりますこれから面白くなりますって言いながら、でも司令の以上のもう思いつかねえよとかって言ってるのがめっちゃリアルなんだよ。でその3巻でなんで俺がこれ押すのかっていうと、デビルマンっていうのはあの兵器を持っている人間をシンボルしたもんだって、編集者が書ける、それはすごいぞ、書けるよゴーちゃんならって言って、ゴーちゃんなら感性の鋭い作家は編集部的に通りにくいシーンが出ても極力通すように頑張るよってことで、確かにねデビルマンってあのハレンチ学園の時には書いちゃいけなかったはずの乳首とかもちゃんと書いてる、はっきりとフルヌードを書いてるというすごい作品なんだ。だから編集部としては多少の問題があってもデビルマンだから通す、でおまけにそれは悪魔なんだから別に人間じゃないからいいじゃないかみたいなことがあって、でやらせてもらいますとかって張り切ってんだね、ゴーちゃん先生。でゴーちゃん先生がついに幼鳥司令の編に入って、で司令の俺を虫切れと言ったよね、う何をする、ここはもう見てもらうしかないね、その虫けらにやられるお前はなんだ、わはははは、ってこんなのデビルマンになかったんだけどさこの見開きセックスシーンこんなもの載せれないやったら俺少年誌で初のセックスシーンを書きたいんですよっていうほがらかに言うゴーちゃん先生で俺は悪魔だ、戦うやけだもんだ、敵を抱くのは何でもやるぜって言って、司令の空中でバックからおかしながら、まあ待った、これはダメだろうって言って、えどうしてですかこれ乗ってかけたんですか、えって言って、うちは少年漫画ですよですだよって言ったら、でも悪魔だから平気じゃないですかっていう単なる口喧嘩が10ページ以上載ってておかしいおかしいすっごいいい。あとはねなんかね、いやそんなねカルトな漫画ってねあるといやなんぼでもあるし、ないといやないんだけども、知ってる人いるかな、トンボハウスっていう人が書いたああ男泣き軸っていうのがあって、多分これ20年ぐらい漫画前の漫画でブックオフにないといかないとないと思うんだけども、これ中年のおっさんが出てきて泣き方見せると、涙見せると女の人が、その涙で惚れてしまって、セックスやらせてくれるというだけの漫画なんだもう第1話塾長登場す、塾長実習す、塾長共鳴することで、全部同じですね。夏子さん おじさん寂しいんだすこぶるって言ってちょっと涙流すとうふんってなっちゃって、もうこうなってしまってあーんっていう風な形が毎回毎回続くというだけの漫画で、最後までやりきりましたね。スカイダイビング中に泣いて女とやるとか季節感まで出してるんですよ。天さんを脱がそうと思ったんだけど水の中では涙が見えない、塾長どうするんですかって言ったら、塾長は、特注の水中メガネを作って水中で涙を見せて海女さんとするとかですね、そんなのばっかりやってますから、ぜひ男泣き塾、マツコ有吉のスタッフいかがでしょうか、使ってみてください。あとはねやっぱ小池和夫先生は、なんか僕を大阪芸大に呼んでくれた恩師というか恩人でもあるんですけども、頭がおかしい原作者でもあるというですね、さよなら岩壁先生だよね、さよなら絶望先生っていうのがこれのパロディだとみんな知らないんだよな少年さんで読んでると出ないとあんな変なタイトルが出てくるはずないじゃん、さよならなんとか先生出てくる、さよならチップス先生じゃないんだから、まあ、特徴はですねヒロインがマッチョだということですね、あまり嬉しくないタイプのヒロインです。はい、でこれヒロインらしからのヒロイン初登場のシーンで、このようにですね、ベンチプレスをしながらでかい声を上げてます。でこの人がいきなり、マッチョの女の人がいきなりスーツを着たらちょっと華奢な体格になってある学校に忍び込めと、でなんでかというとその学校には NASA が開発したロボットが先生として人間のふりをしてくると、で君はそれで何だろう国家の非常時だから、ま、生徒を守りなさいみたいなので、その先生と出会うんですけども、この漫画ですね
なんか6巻ぐらいまで続くんですけども、その6巻のほとんどがこの岩壁先生っていう先生がロボットなんですけど、自分の機能ですね、自分の細胞とか自分の、人工心臓、もう原子力で動くんですけど、それとかをですね延々解説しながら、ロボットと人間の間に赤ちゃんができるのかどうかとか、そんな問題ばっかりを話すというですね、とても変な漫画です。マツコ有吉にぴったりの漫画だと思います。ぜひさよなら岩壁先生を取り上げてください。あとはね、あの青春動物園ズーですね、これも少年サンデーに連載されたやつで、やはりあの小池和夫先生の原作です。小池和夫先生は独自の哲学を持っていて、主人公は出てくるたびにものすごく変でなければいけないという哲学を持っているんだけども、青春動物園ズーもやはりすごいです。冒頭シーン、青函連絡船が海の上をボーッとやって、で女の子が、これあのヒロインの方ですね、海を見てふーんってやってると、まあ帽子が風で飛ぶと、そしたらパンチラがあるというですね、まあお約束の展開になって、ハッと見たらバラをくわえた学生服の男が立っていて、何をするのって言ったら、なんかいきなり青函連絡船のなんかタラップの上で逆立ちをしてしまう。逆立ちをしながらいきなり機械体操を始めて、で母さん正義はここにいます、見てくれ父さん、とかいきなりこう両親に叫びかけます。覚えてるだろう父さん、今日は俺の誕生日だ、今日で16歳になったんだ、これが俺の姿、俺だよ父さん、聞いてくれ父さん、俺は父さんの敵を討つために北海道に渡る、そして父さんが奪われたものを根底に取り返す、見ていてくれ父さんって言って、バラの花びらをなんか関門海峡にバーンと、青函海峡にバーンと投げるところでこう始まるんですね。ものすごく なんだろう、へんてこなアニメなんですけども、こうやってこれがお袋の骨だって言って、お母さんの骨をバーンと海へ捨てて、これで第一話終わりかな、すごいヒーローだなと思ってたら、この帽子をかぶっていたすごい可憐な少女みたいに見えた女の子がですね、青函連絡船が着いた瞬間になんかものすごいカツラかぶって、でものすごい長い、セーラー服を着て、ズベコーの番長として学校へこう乗り込んでいって、あたいたちの学園今はどうだいって言って、姉子大丈夫ですって、えお前スケバンだったのというところに、さっきのやつが転校してくるって、ここまでが第1話だよ。すごいよ。これ20巻ぐらいあるんだけども、10巻のところで1回ね、なんか構造転換があって、そこから先日本全国この2人が回るっていう漫画になってるんですけども、なかなかへんてこな漫画です。最近の漫画はね、あの画力に頼りすぎだと思うんですけど、展開がやっぱスローペースなんですよね。で昔の漫画はねペースがあの早いんですよ。展開が早いから見て飽きなくていいですよ。一応これはインパクトだけで持ってきました。あの美味しん坊の本は数あれど、こんなインパクトの表紙はこれコンビニ本なんだけども、これが棚にあるだけで何か幸せが来るような感じ。あまりに気に入ったので買っちゃいましたっていう。じゃあちょっと一旦休憩してコーヒーブレイクするね。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。